皆さんこんにちは。大相撲5月場所取組解説、東京両国国技館より今場所も生放送でお送りしております。進行を担当する元天海峰の音山です。そして、5月28日に断髪式を控えております、元豊ノ島の井筒です。冒頭でぶち込んでくんな、はい、元玉飛鳥の熊方院です。はい、元誉れ富士の京都事情長でお願いします。あ、元誉れ富士の立山です。はい、今日はですね、皆さんお待たせしました。断髪終了後に初めて登場していただきます元誉れ富士関の立山方に来ていただきました。いただきましたありがとうございます。噛んだよね。すいません、緊張して。でも本当断髪して、はい、めちゃめちゃなんか、まあ、男前になったっていうか。ありがとうございます。いやいや、もちょんまげ時代はなんかちょんまげ時代のなんかイメージじゃなくて、なんか本当に男前になったなと思うんですけど、本人曰くなんか切ってから、はい、なんかモテ始めたと。そうなんです。ああ、声かけられたと。モテたと。いや、そうなんですか。モテたというか、もう、ああ、若くなりましたねとか。ああ、確かに爽やかだし。でもそう考えたらやっぱり切ってる方ってみんなやっぱ若くなったっすよ。あ、本当。そうですかね、うん、現役の時より、まあ、あとちょっと痩せたのもあるし、あ、そうっす、ちょっとこう若く見えるのが、立山親方だいぶ痩せましたからですね。でもさっき立山親方から聞いたんですけど、はい、立山親方の、おかみさんの、はい、お母さんも、はい、親方じゃなくて見てくれてるってことで。え、はい、多分お母さんモテようとしてるかもしれないですね。あ、そうなんですね。お母さんモテようとしてますよ。それはだってね、普段見てくれてるんだったら今日出てるんだったら絶対見るでしょ。そうですね。ね、どうでしょう、見てるんでしょうかね。ぜひとも おかみさんのお母さん、お母さんに、義理のお母さんに、お母さんに、義理のお母さんですか。義理のお母さんに、ね、お母さんにはちょっとスーパーチャット5万円ぐらい入れてくれる。よろしくお願いします。いやまたよろしくお願いします。そこはそれはもうですね、見ていただけるのももっと、いやもっとじゃない、そういうことじゃない。はい、チャットでのコメントもですねお待ちしております。はい、スーパーチャットでのご支援もよろしくお願いします。すべてのコメントにですね対応できない場合がございますんでご了承ください。はい、ところで皆さん YouTube なんですけども、立山方、もちろんチャンネル登録はしていただいていると思うんですけども、はい、もちろんです。これチャンネル登録の横にあるですねベルマークがあるんですけども、はい、そのボタンを押していただくと、押していただいてます？ベルマーク、チャンネル登録ボタンの横にある。え、押してないです。それをですね押していただくと、はい、こういうふうに5時から始まった場合とかですね、すぐに教えてくれるんで、教えてくれるんで、ぜひともそちらの方も押していただければと思います。はい、あとですね、日本相撲協会のですねホームページがリニューアルしまして、トップページで、序ノ口から結びの一番までリアルタイムで情報を更新します。1分ごとの自動更新機能付きとなっておりますので、よろしくお願いします。はい、ニッセイジャパン LTD 南さんファン、ありがとうございます。ナイスパです。2440、ありがとうございます。ナイスパです。ナイスパです。すいません、なんか南さんファン、ありがとうございます。南ってどの南？はい。どの南ですか？どの南？僕ですかね。ありがとうございます。はい、あ、ですね、MM さん、今日もよろしくお願いします。お手山方、社交式土偶バッチ、あ、これはですね、いや、そうなんですよ。ちょっとですね、ナイスパです。これは、はい、ちょっと諸事情がありまして、はい。ということで、これ以上はですね、お察しいただければと思います。はい。ちょっと、はい。ああ、そうなんですよ。はい。あったんですね。すいません、ありがとうございました。ちゃんと、はい。持って行かせていただいてますんで。はい、ありがとうございます。ナイスパです。さあ、ギフジットエクスプレスアキラさん。親方各位、お疲れ様です。本日も雨の名古屋の銭湯からよろしくお願い申し上げます。ああ、名古屋の方ですね。はい。ナイスパです。ナイスパです。名古屋場所もぜひよろしくお願いします。さあ、もう今日早速ですね、立山方来てますし、来ていただいてますし、いかがでしょう、この断髪式、どうでしたか、この馬が曲げがなくなるっていうのを、はい、2月にですね、はい、断髪をされて、どうでしたか、最後。最後、落とした時ですか。はい、正直、もっとこう、込み上げるものが、すごくあるのかなと思ったんですけども、
なんかいろいろ段取りを考えてたら、なんかそんなこともなく、なるほど、あ、次あれしてこれしてって挨拶考えながら終わっちゃったなっていう感じはしましたね。なるほど、はい。まあ、そういった断髪の話もですね、ちょっと今日お伺いしていこうという中で、というか時間ですね。時間ですね。裏と若元春、さあこれどういった取り組みになると思いますか。これはまあ今裏推しが光ってますからね。そうですね、はい、押していくんじゃないでしょうかね。こう左入るとですね、若元春も力出ますから、上手かかるともうこれは若元春の形と言ってもいいんじゃないかなと。なんかこの後期待しますよね。お、あ、軍配裏ですね。軍配裏に上がったんですけども、どうでしょうか。物につきましたね、はい、裏の左手もですね。うん、そうですね、早いように見えましたね。ここですね、残ってよく残りました。あー、なるほど。ただ若元春の右手というか体じゃないですか。あ、両足が浮いてると体がなくなったというふうにな、体、そうですよね。ちょっとどうなんでしょうね。本当に際どいですよね。そうですね、先にここだともう両足飛んでますもんね、うん、そうですね。ただこの体の部分をどう見るか、そうですね、あと裏の肘がどういう部分ですね、なるかというところで物言い、今審議の結果、ただあそこでよく残りましたよね。そうですね。裏と対戦ありますか。あ、あります。どうでしたけど、まあ、自分、まあ、あの渡し込みとかよくされましたね。か突っ張っていくか、自分がなかなかこう組んでこういう相撲になったことはないですね。うん、まあ、その時よりもこう体が大きくなってますよね、今の方が。全然違いますね。うん、さあ、どうなんでしょう、今ですね、審判長の久米川親方が。ん、どうだろう。お、なんかこう、取り直し感ありますね。取り直しですか、今の。取り直しですかね。あ、いや、あ、取り直しですね。はい。じゃあ取り直しの間にですね、ちょっとすいません。岸本恵子さんからいただきました。こんにちは。職場からこそっと失礼いたします。中村親方、最近ご出演がないので寂しいです。ぜひご出演を。素敵な髪型拝見したいです。あ、そうですね。中村親方、ちょっとぜひともですね、出ていただきたいですね。本当に。はい。ありがとうございます。ナイスパで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 す。本当若返ったっていうですね、立山親方のコメントもたくさん。オガティさんですね、断髪式の映像を見て、立山親方のイメージも変わりました。うん、何を見て、断髪式の映像を見て。歌ってたんですね。そうですね、断髪式で。あれ、何歌われてたんですか。あれは、俺は絶対プレスリー、吉幾三さんのですね。東京の、はい。じゃあ、よろしくお願いします。はい。でん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 でその、すごい答えていただいてたんですけども、はい。いや、ああ、なんか出てきましたね。はい、ちょっとそんな無茶ぶりすごいなと思って。はい、なんが？いや、なんが？あ、出てきた、出てきた。はい。今、あ、本当だ、本当だ。写真出てた。あ、そう、あ、本当だ。自分の断髪式で、すごい。その、まず自分が歌って、いや、本当に多分、増井山さん以来じゃないですか。すごい、もう本当真のエンターテイナーだなと思いました。本当にすごいよね。まず、現役中からですね、見てたんですけども、赤ちゃん相撲というか子供相撲ですね。ああ、授業中は絶対やってた、絶対やってた、ね、頭に乗せてこうやって回してたやつね。いや、すごい、本当すごい上手いですよね。うまかった、うまかった。本当にそういうエンターテイナーに、はい、エンターテイナーなんだなと思いました。いや、でも本当にエンターテイナー、そうです。言いました、言いました。はい。みんな一人ずつ言ってる。そう。逆にあの音山親方はなんかもっと怖いイメージっていうか。そうです。こんななんか現役時代、あの写真もありますけど。あ、確かに。なんか舐めてる顔めっちゃ怖いみたいな。そうそう。なんかちょっと怖いっていうか、不気味っていうか。これ大丈夫かな、本当に。あ、でもちょっと待ってください。はい。土俵上がですね、取り直しの一番、浦と若元春。取り直しになりましたんで。
さあどうでしょうか。さあ立ちました。おっと、おお、あ、反りに行ったんですが、繰り出し。あ、大丈夫ですかね。ちょっと。そうですね。お客さん過ごしちゃった。お客さんも。お客さんが心配ですね。そうですね。軽いってね、ちっちゃいって言っても大きいから、ね。いや、そうですね。大きいですから、150キロぐらいは多分あると思うんですけども。はい。やっぱこれもやっぱ引きつけられるもんか、あのピンクの人のところに行きましたね。いや、それは関係ないでしょうけど、なんかやっぱ引きつけられるように言っちゃったな。すみません、すみません。はい。すみません。あ、すみません、ありがとうございます。いやいや、お茶です。ありがとうございます。あ、伊藤園さんからです、やった。ありがとうございます。2本目。今知らないことが、すみません、忘れてました。もうないの。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。それはそれはいいですよ。道具ですね。これですね。はい。これはあのドラえもんとか出てくるやつ、ね。はい。そうなんです。これ誰ですかこれ？それ伊豆の方が、土偶のモデルって全部伊豆の方なんで。諸説あると思うんですけども。じゃ私のがモデルになってるってことですね。これ。そうです。全部の土偶の、すべての土偶の、先駆者。はい。はい。ありがとうございます。伊豆さ、すみません、さっきいただいたんですけど、これ向こうにですね。お貸していただきまして、まあいろいろですね、ありました。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、というわけでですね、今ご覧になっていかがでしたか。取り直しの質問、立山の方。ちょっとあの、はい、裏考えてきましたね。ちょっとまともに行かず、まあ何かしようかなっていう感じだったんです。ね、よく見てましたね。そうですね。若元春が。はい。若元春も10秒長かったですけどね。頼朝公からはい、源頼朝さんいただきました。三浦殿に似ている優秀な足軽がいるので南殿と共に応援している。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスパです。ナイスパです。なんか親方に似てる足軽がいるそうなんですよ。源頼朝さんからいただいたんですけども、 ありがたいですね。ありがたいです。時代を、はい。でも200円って安い。いやいやいや、これもう本当にその時代の鎌倉時代の200円だったらやばい金額ですから。ありがとうございます。ザ鎌倉。鎌倉時代の200円。すごいことですよ。上村直弘さん、国技館からです。親方にお会いできなかったので、あ、熊本の方ですね。桜親方に言えなかったので、桜カードをいただくことができませんでした。いやー、残念ですね。今日サボってましたもん、ね。いや、サボってない、サボってない。仕事してましたから。いやー、もしまたお会いしたらですね、ぜひ、あの、常に持ち歩いてますんで、桜カード、はい、お渡しします。はい。ありがとうございます。さあ、芝の海、そして翔猿がですね、4連勝の翔猿が、ね、はい、ですね、全勝ですから。今日は、青山がね、勝ちまして、はい。青山も4連勝。5連勝じゃないですか、今日か。5連勝ですね、青山5連勝。はい、さあ、どうなのかっていう、この一番ですけど、志摩ノ海、翔猿。翔猿、今場所全勝ですけど、どうですか、竹山方。はい、そうですね、あの、押しが、やはり、あの、翔猿のいい時って、押しがすごいいいんですよね。攻めてる、下から下からっていう、それが出てるんじゃないですかね。それが光ってる時がやはりこの調子につながってるんじゃないかなと。はい。さすが。やはり押し相撲でしたね、片山方も。そうですね。あれ？え、どういうことでしょう？最初に書き込みをしている頼朝公が。はい。どうですか？最初に書き込みをされて。最初に書き込みをこれですかね？駄菓子屋グミさんですかね？立山殿は相模三浦市のご親戚ですかな。相模、はい、いえ、全くですね。はい、あ、見覚えがありません。 ありがとうございます。最初に書き込みしているので南野に呼んでほしいと思う。あ、ありがとうございます。ナイスパです。時間ですね。です、ありがとうございます。さあ、志摩ノ海、そして翔猿、時間になりました。どうでしょうね。合口はね、あの、志摩ノ海が、そうですね、ね、ああ、いいんだ。勝って5連勝になるか。それともですね、低いですね、翔猿が。ああ、負けた。
おっと引いたところを島の海がですねついていきますけども、どうなんでしょう。でもやっぱ攻めてってるんだよな、この場所。これ使ってますね、こうなると。おっと右が入るとまた、おっと、はい、島の海がですね、いや島の海よく我慢しましたよね。そうですね。あれ白込み変えた、あ、なんかちょっと色がちょっと違いますね、朱色みたいな感じだって、なんかちょっと光の当たり具合で光かな、なんかちょっといつもよりもなんか色がさっき違ったような感じだったですね。そうですね、これ一緒か、一緒ですね。さっきちょっと色が本当に言われたね、さっきの違うなっと色のね、はい、黄色っぽい感じだったから。そうですね、ほらほらほら、これいいですね。やっぱ土俵上と降りてからだとまた違うんですかね、当たり具合が、光の当たり具合で。こちらですね、どうですか、ご覧になりまして。あの翔猿、はい、めちゃくちゃ攻めてたんですけど、はい、それを一生懸命こらえてた島の海ですよね、はい、それ疲れちゃいましたよね、翔猿が。そうですね、最後あたりやはりちょっと体力が尽きてしまったかなと。きついですよね、これ。桁繰りすんのかなってちょっと思ったんですね、途中ね、なんかこう足のあれを見て。あ、ちなみにその桁繰りとかで思い出したんですけども、今日あの序六種の相撲でですね、はい、たすき反りですか。たすき反りです。これたすき反り誰が出しつけたんですか。私です。竹山がたすき反りを出されて、あ、やりましょうよ。あ、決まりで。決まりで、クイズ決まりで。これ今終わったけど、はい、今3人が決まり手係じゃないですか。はい。だから次からの取り組みの決まり手を3人で予想する。予想するってことです。でも今日出た時はこの珍しくですね、たすき反り。なかなか出るわけじゃないじゃないですか。すぐ分かりました。そうですね、たすき反りかなって。でもやっぱり、一応本見て確認しようと思って、ちょっと時間はかかったんですけど。なんかご自身がこの現役中に珍しい決まり手で勝ったっていうってありますか。網打ちですかね。これは記憶にあります、ね、なかなか出ないですもんね、網打ちも。そう考えるとそんな噂ないな。ない、自分で置き換えた時に。ないっすね。川津掛け、川津掛けは自分 2,3 回ある、すごいね。川津掛けないですね。川津掛けは本当に珍しいよね。そうですね、自分もつけたことないです。俺はね、上手出し投げとか。いや、よくあるやつ。いや、あるやつ。あ、自分の中で珍しい。あ、まあでもそうね、飛鳥関が上手出し投げ確かに珍しい。見ないでしょ、はい、俺上手出し投げって感じしないでしょ。そうですね、だから自分は上手出し投げで負けたことありましたか。いや、だからめったに出したことないから、俺の中で珍しいっていうと、そうかな。ああ、それはもうありがとうございます。貴重なご意見。ありがとうございます。情報です。あ、そういう貴重な情報でした。本当にありがとうございました。ありがとうございます。負けたので言うと、俺、コズマトリに負けたことある。あ、わかった。ハルバアマセン。そう。アマにコズマトリにって言われて、あれ、コズマトリでもなかなか出ないでしょ。出ない。全然出ないね。でも、綺麗に決まったんです。出し投げ打たれて、逃げようとしたらパッと足つかまれて、そのままパッとないな。コズマトリもつけたことないですね。つま取りっていうのがありますよね。あのつま先とあの足首との違いですよね。うーん、あ、つま取りが足首、いや、つま先です。つま先、あ、つま先で、コズマ取りが足首、はい、あ、じゃあつま取りの方が難しいんじゃないですか。そうです、そうです。コズマ取りはね、なんかやっぱ足首ぐらいはやっぱり足の先をやっぱ掴むって、なかなかどよついちゃいますからね。汗かいてたらね、滑るしね。まあまあまあね。そうかな。さあ、土俵上がですね、隆の勝、そして校長がですね、まあ、昨日横綱戦負けましたけど、校長なんですか、学校の。近づきますけど、はい、これあの、どうでしょう、琴ノ若、いいですよね。いいですね。三大関倒しまして、昨日は横綱戦で、まあ、敗れはしたんですけども、今日は隆の勝と。あ、なるほど。おっと、隆の勝から良かったのに。そうですね。隆の勝、昨日全勝の玉鷲も破ってますからね。うん、ああ、そうですね。うん、そうですね。さあ、原口さんからまた、いただいてます。ありがとうございます。原口良子。はい。
井筒親方、今日も素敵です。私は土偶大好きです。ああ、まあ、そうでしょうね。土偶大好きじゃないと僕のこと好きじゃないですから。あ、そうです、ね。基本的に。いや、またこっちのことをね、好きだって言ってくれる人はやっぱ。いや、そんなことないでしょ。家事のことが好きだけど、家事が土偶って言われてるから、土偶のことも好きですよって言ってくれてるんでしょ。まあでも、原口さんは。え、原口さんがですよね。原口さんは。そうじゃない？いや、まあでも、やっぱり私のこと好きっていうイコール、はい、ちょっと土偶のこと嫌いっていう人はいないです。いない、基本的に。土偶が好きで、あるさん、土偶好きで、相撲見てたら、土偶がテレビ出てきたんで、好きになったっていうのが、なんか、それが先。あ、俺より土偶が先。土偶ファンで。だって歴史を考えたときに、土偶の歴史や、ね。まあ、縄文時代だっけ、はい、あ、私ずっと土偶好きだなーって、テレビつけて相撲、あれ、土偶だみたいな。そうそうそう。あ、応援しようみたいな。はい。そういうこと。そういうことです。でも、でも土偶ってあれだけを土偶って言うわけじゃないでしょ。ああ、そうですね。そうそう、いろんな土で作ったやつが土偶だから。でもまあ土偶って言われたらもう、あれは、まあ一般的に思うと思いますんで。それこそ木造駅ですね。あ、そうですね。青森県の木造駅には。はい。駅がもう土偶の形をしてるんです。そうなんですよ。あ、じゃあもう俺、木造りからすごいなんか。え、駅が土偶なんです。木造りから応援してもらえないかな、なんか。木造り駅からですか。なんで、あの、木造り駅はもうその、大型を見て作ったっていう。オルゴデミーラさんいただきました。井筒親方、先日はチケット購入したのですが、お土産セット券を購入し忘れました。来週行って直接買えますかっていう質問ですけど。ああ、もう、はい、もちろん。はい、エスパです。エスパです。もちろんもちろん。もちろんロンです。さあ、表情がですね、続きまして、もう高安関と霧馬山ですね。いやー、でも、伊豆の方はどんな髪型にするんですか？ロンパス。まあ、そうですね、道具みたいな髪型。道具の髪型は別に、あの、はい、体型のことを言ってるんで、髪型は、好きで道具。ドグカット、ドグカット。ちょっとこういう、こう、ちょっとこうなの。ああ、いいですね。いやいや、わかんないでしょ。想像つかないから。つかないですけど、まあ、そうですね。いいんじゃないかなと。好きにしてくれ。好きにしてくれ。なんか私服も大体ドグが着てるような私服もいますし。私服も。なるほど。私服着て。あ、ドグ専門店からかな。どこにあるんでしたっけ。どこにあるんですかね。三代丸山関とか、そういう。すみません、はい、さあ、どうかと、はい、いや、どうですか、立山方、はい、はい、何についてのコメントでしょうか。土偶について、土偶についてやっぱ土偶は馴染みはありますよね。そうですね、青森県なので、はい、あの三内丸山遺跡も行きますし、ね、木造りは隣ですし、ね、そうですね、はい、地元、青森県の五所川市ですか。え、あ、味ヶ沢町ですね。味ヶ沢町ですね。だから、味ヶ谷方と一緒ってことでしょ。はい。味ヶ谷方は深浦町。深浦か。味高です。え、味ヶ沢高校。はい。高校は味ヶ沢か。高校はだから五所川原農林ですからね。はい。あそこで思うか。はい。名門ですよね。名門ですね。さあ、そして霧馬山、どうでしょう。高安も今場所どうですか、一勝、今一勝3敗ですけど。そうですね、まだやっぱ先場所の相撲は取り切れてない感じはしますけど、うん、でも悪くはないとは思うんですよね。そうですね、星ほど悪いって感じはしないですね。まあ貴景勝ですね、押し倒す相撲、突き落とし、貴景勝には勝ちましたからね。そうですね、初日見たけ悪くはないような気がするんですね。霧馬山も1勝3敗ですからね。はい、ただ正代に勝ってますからね。うん、まあ、こう見るとみんな横綱大関と当たってますからね。高安も霧馬山も上位戦でもあるんですね、まあ、こういうことはね、やっぱね。やっぱり先場所優勝争いしてただけにっていうことですよね。あ、やっぱりちょっとそうですね、番付も上がりまして、いろいろその高安に関してでいうと、なんかもう期待値がどうしても昔からの、元大関っていうのがあって、そうですね、はい、どうしてもね、期待値が大きくなってくるんで、はい、ちょっと星が上がってないとあれって思っちゃうけど、別に悪くはないような気はしますね、見てて。そう、時間ですね。
どうでしょう。ちょっとですね、時間が。はい。今まもなく、霧馬山少し手をつきました。はい。勝ちました。おっと、前に出る。あーす。おー。頭つけ直しましたね。霧馬山の高安の左はやっぱ刺させないように。どうなってるんですかね。右 手首あ右がですね抱えてるんです。外から抱えてる。霧馬山が外から抱えてる感じですか。うん、そ外から押っつけてるね。あ、左どうしても刺させたくないという霧馬山の、まあ、うまく霧馬山がうまく取ってる。いや、うまく取ってますよね。回しは取ってないですもんね。回しは見えないですよね。だから腕をこう掴んでる感じ、うん、そ外側から掴んでる形です ね。ちょっと珍しい形ですよ ね。腕とかがね。上手を取りに行ったところ、霧馬山が右から入っていきたいのか。どうですかね。我慢しますね。おっと。残った。ああ。左刺させないように我慢して霧馬山が右から突き落としたという感じですね。もうその我慢したところが本当に良かったのかなって思いますよね。どうですか、片山田。そうですね。まあ我慢したとこもいいと思うんですけど、高安の動きがちょっともうちょっとあってもいいのかなとは思うんですけど、これすっごい、これ自分刺してたんであれなんですけど、まあ、そのよ上手からこう巻き返しっていうかですね、上に行かなかったのがすごい、まあまあ負けやぶやしたんですけども、これすぐに上手から行っちゃうんで。誰がですか。いや、僕です。まあ一緒にしたかい。いや、まあそうですけど。どう考えても一緒にした。いやいや、そうなんですけど、こう上手取りたくなるって言うんですよね。なんか思うんですよ、自分だったら本当に。あ、これ時に抜きたくなる。そうです、抜きたくなる。でも抜いたらダメだもんね。そうです、そうです。我慢しないと。本当そうなんですよね。さあ、続きまして。これちょっとこの話題出ました。はい。あ、いや、出てないですね。あの今コメント書いてる人がいたんですけど、はい、いや、まあね、あの一番奥、あ、皆さんから見たら右奥ですね。右奥が名古屋のお子さんの、うん、ね、なんでこっちの方がでかいんですか。普通のやつよりこっちの方がでかいのがびっくりするんですけど、はい、でこちらの方にあの昨日までなかったですね。そうですね、5月場所のパロディーが今度そうなんです、ね、逆にやっぱでかいのが気にしたのが今度逆にちっちゃくなった。で, も、ね、でもやっぱりあの南は横綱枠なんだね。それが本当に、あの、なんかこう自分は本当に何も言ってませんけど、本当におこがましいですね、自分がこんな。やっぱりもう横綱、あ、やトークショーにも帰ったもんね、あの親方チャンネルの親方ってもう横綱って。いや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 、そんなそんな、俺と伊豆小屋が並んでる。これもすごいよね。どういうこと？土俵入り。え？あ、これね。これで。そこも全部損してるんだ。たまたまあった。すごいよね、それも。で、土地の市消防高い。すげえ、周りみんな現役やもんね。すげえ。でも俺見て、若隆景は。すぐその、何なんですか、その、そこに入りたがるやつ。2階の売店に今までのパロディ全部あって、2階の売店の方にもありました。ありがとうございます。まあ、ご来場のお客様、もしよろしければですね、2階の売店の方に行っていただければ、いろんなこの正規のポスターじゃないのも、ないのが飾ってあるそうなので、ぜひとも。正規のポスターはありません。正規のポスターは逆に、はい。やっぱこんないっぱいポスターね、やっぱいただければ。このポスターが一番いいな、このポスターが一番いいな。何ですか、それは。これもパロディですよね。パロディ、何のパロディですか。あの土偶のパロディ。土偶のパロディ。あ、時間です。あ、時間ですね。
はい。大栄翔、そして阿炎。時間になりました。おお。一気に大栄翔が攻めて。大栄翔いいんじゃないですか。ね、いっぱいだもん。いいですね。横綱倒して、大関倒して、で若隆景倒して。いいですね。どうでしょう、立山方。いや、出足が良かったですね。そうですね。やはりこの押し相撲のこの立ち合いのコツなど、そんなのがあるんですか。コツですか。はい、ズバリ。ああ、難しいですね。やはり先手を取りたい、相手を起こして、中に入りたいっていうのはありますね。まあ、基本起こされたくないですよね。そういう意味で言うと、はい、今日の阿炎なんかね、先手取りたいタイプだけど、今立山が出てたみたいに先手どちらかと取られてる、ね。あ、そうですね。ちょっともう状態がこう上がってしまって、大栄翔がちょっと攻めが早かった。そうですね、大栄翔のあの手の使い方も良かったですよね。下からあの当てがって相手の、突っ張りをしっかりさせなかったですよね。そうですね。ゆうこりんさんから、スーパーチャットいただきました。プレスリー親方こんにちは。私も三内丸山遺跡好きです。青森行くと必ず寄ります。皆さんもぜひ。ナイスパです。ナイスパです。ナイスパです。行きますか、親方チャンネルで。ああ、もう遺跡とかですね、それこそ本当に。あ、洞窟とか。いいですね、洞窟。洞窟です。いやけど俺もし向こう行ったら間違われるんだ。はい、間違われるんだよ。ドグと。でもそれはちょっとあるかもしれないんで、できたら人気者なの。やめとこうか、俺行くのは。そうですね、だってもしかしてドグが歩いてるってなったら。ドグが歩いてる。そういうあのゆるキャラかなと。そうですね、ドグが歩いてるって事件。ちょっと待って、事件にはならないでしょ。ドグ、あれ、ドグ歩いてるぞと。ドグ歩いてる、大丈夫か。よしそうですね、ドグが発見されました。歩いてました。それだけが一番あの心配じゃありますね。はい、さあ、そしてですね、オルゴデミーラさんいただきました。来週私そびれた桜型にステッカーをお渡ししますね。身内の退院日が決まり、ひとまず安堵し観戦行けます。あ、よかったですね。あの退院が決まってですね、オルゴデミーラさん、これちょっとございます。毎回さ、はい、もうこんだけ言われてるから桜型にのとこさ、はい、スラッと言えてるのに、言っていいのに、はい、毎回未だに桜型にやる。いや、なんか未だにやるよね。もうそれはやっぱ熊型に言われてるじゃん。違う、はい、けどもうスラッと言ってんじゃん。何回もやってんだ。いやいや、まあ、もう気使ってくれてるの。そうですよ。あ、そうなんだ。そうそうそう。だって俺も今も桜がだって、あ、スラって言えるに決まってるじゃないですか。あえて気遣って、その桜っていうのをこうやっぱ言うのはちょっとあれかなと思いまして。失礼、やっぱ先輩に対してね。そうです。だから、そういうところをやっぱ気づいちゃってください。みんな、お友達の方のそういう気遣い。いや、わかんなかった。気遣いできるタイプなんですよ、彼。いやいやいや、とんでもないです。俺に全然気遣ってねえの。いや、そんなことない。ずっと毒とか言ってるし。いやいや、いい意味です。いい意味は。いい意味で。本当に。はい。じゃあ、いいか。いや、はい、よかったですね。でも、オルゴで皆さんの退院が決まってですね。さあ、こちらですね、好取組がまたどんどんあるんですけど、その中でもこの若手のですね、豊昇龍、そして先場所優勝の若隆景。やっぱ、この取組って、あの、あったじゃないですか、一本背負い。一本背負いが、はい。あれのイメージあるんでね、なんかすごいこう、そうですね。楽しみですね、何があるかわからない。はい。両者動きありますし、どういった相撲になると思われます、立山方。本当予測できないような、うん、もう何でもするというかできるというか。そうですね。おお、本当に引き出しが多いですからね、両者と。タンスだったら大変ですね。はい。タンスだったら大変です。そうですね。タンスだったらね、引き出しが多いから。はい。技のデパートですね、まさに本当に。さあ。まあ、豊昇龍、そうですよね。若隆景はもう下からあてがって押していくっていう相撲ですからね。どうでしょう。またこうですね、こう思いっきり技が出てくるのか、それともですね、若隆景が。おっと、おお、今日は右に変わって。そういう意味では。山親方が言ったように何するかわからないっていう。そうですね。こういうことがやっぱね、思い切りがあるからですね。さ
ついていきませんでしたね。そうですね。若隆景からするとですね。まあ頭には入ってたでしょうけどね、そういう何してくるかわからないっていうのは。でもああいうなんか自分でも反応できる時とできない時ありますよね、なんかこの場所によってというか。どうですか今の相撲ご覧の方は。こういった相撲を取ってくる相手に対してはこうやっぱり突っ込んでいくのはいかないんですかね。まあ、あのただの変化だったらまだついていけてと思うんですよ、はい、やはりこの上手をさっと取られたのはこれが敗因と。もう押し相撲としてはやはりその対応できない。早かったですね。本当に取るの完璧に狙ってましたね。まだ若隆景がこう一歩目がちゃんと出る前からもう横に行ってるのかな。そうですね。早いな。さあこちらです。あ、ゆうこりんさんまたいただきました、ありがとうございます。ついに相撲協会公式もついも桜マークつけるようになりました。あ、そうなんですね。そうです。協会にももう認定されましたね。桜マークですか。はい、いやいやいや。ありがとうございます。ありがとうございます。てかこれは。いやそれでもありがとうございます。僕に言うべきですよ。ちょっと待ってください。ずっと温めてきた。ちょっと待ってください。自分のファンの方はみんな桜ではないですから、ね。そうですね。だからまあ逆にファンの人にちょっと失礼な部分はありますからね。そうですよね。はい。だからいや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 。って 言ってないし、言ってないから。これで応援していただいて、これはあの広報部の中にはいますよ。中にはそうです、ね、本気で応援してるんです。でも、はい、だから10いるうちの2が本気なんです。はい、8が少な。もうちょっといるでしょ。せめて4ぐらいにしてる。はい。はい。あ、MM さんからいただいてます。みんな大好きマーマンが名古屋へ行く前に親方チャンネルご出演熱望します。名古屋担当ですから同じ熊谷親方も一緒ですし、そうですね、はい、岩友親方ですね、名古屋担当なんで。さあナイスパです。ナイスパです。ナイスパです。これ先ほどの取り組みなんですけど、はい、多分音羽親方も分かんないと思うんですけど、はい、お二人は、今かましていくじゃないですか、はい、押し相撲なんで、やっぱ立ち合い変化ってなかなか対応思うんですよ。僕も変化されないです、胸でいくんで、うん、基本的には。でもなんか指導として変化もちゃんと考えとけとか言うじゃないですか、はい、頭に入れとけとか、うん、まあもちろん変化がありそうな相手だったらもちろん頭に入れるけど、でも突然されたら、だって頭から行って突っ込んでいったらついていけないじゃないですか。これ僕らには分かんないですよ、胸でいく人からしたら。でもやっぱついていけないと思うんですよ、いざという時に。なんか気をつけたこととかあるんですか。いや、自分は一歩目ですよね、立ち合いの。そこを意識してしてましたね。一歩しっかり足出せば立ち合い変化されても、もうついていけると自分は思うんですけど。なるほどね。その一歩目を意識してましたね、親方は。いや、全く一緒ですね。一歩目しっかり出して当たるじゃないですか、はい、ガキンと、はい、その時に変化されても大丈夫なんですよ。2歩目を出そうとするときに変化されたりすると、なんていうんですかね、バランスが崩れるというか。じゃあ、一歩をまず、こう、バンってこういう体勢になっておけばいい。そうですね。構え、足がこうなって、なれば大丈夫ってことですね。そうです。でも、押し相撲って、例えば、これで止まるじゃなくて、やっぱこの2歩目で押し込まなきゃダメなんですか、うん、止まっちゃダメなんで、うん、俺本当に難しいだろうなって本当正直思ってます。でも本当に相撲ってやっぱそういう、なんていうんですか、本当に一瞬じゃないですか、はい、同じ力士と稽古してもやっぱり全然違う相撲になるじゃないですか、はい、ですね、あの片方が電車道で勝ったら、はい、もう片方が次の電車道で勝ったりとかっていうのがあるのが相撲じゃないですか、はい、本当に少しの高さっていうか、とか当たる角度とかってほんの少し違うだけで相手に伝わる力って全然違うのかなって思うんで、難しいですよね、やっぱ。いや本当にだってこんなやつですけど、秀ノ山親方がやっぱり立ち合い変化結構食ってたんですよ。本人も言ってたんですよ、もう9割方食うって。
15日間15番ずっと変化されたら多分一生14倍ぐらいするんだろうなって思うぐらいの確率で食うんですよ本当に。それだけ前に集中してるって、ね、あでも言ってたっす。もうそれだけだから変化されたら仕方がない。もうでもその一発にかけるガツンともうそこで捉えて一気に持ってくるのにかけてた。でもそういうあの開き直りっていうかもう必要だと思いますよね。そういうことですよね。だから押し相撲に関してはそのもう変化ももうされたら仕方ないみたいなことが大事ってことですよね。ちょっと玉鷲時間なんで、はい、すいません。ですね、玉鷲苦手な御嶽海なんですけど ね、27回御嶽海が勝ってますから玉鷲はですね、さあ、あでもいいおっつけ入ってるっすよ。おお、いった。あ、いくのかな。おお、いった、いった、おー、いった。調子ですね。いや、いい相撲だ。いい相撲でしたね、本当に。そうですね、まあ御嶽海ファンには申し訳ないんですけど、今日は玉鷲良かったです。下からしっかり当て割って。大丈夫。そうですね、ちょっと土俵。大丈夫ですね。そうですね。いやー、いやー、いい相撲で勝って出ましたね。すごいな。いや、でもこれ、若手からしたらこんなおじさんいや、しかも、しかも、四つ相撲じゃなくて、ガンガン頭で押してくる。いや、馬力。嫌ですよ、こんな。もう自分が若手でおったときにこんなガンガン出てくるおっさんおったら幕内最年長ですから負けたらだって若手って言われるじゃん、おじさんに負けてってめちゃくちゃ強いじゃないですか。いや、ガン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 、川橋は本当ね、もう全然若手みたいな、もうちょっとおじさん枠じゃないもんね。そうですね、もう本当にあの若々しいというかですね、今年38歳と思えない、はい、この元気の良さですね。いやー、本当にもう左が効いたっすね。そうですね、あの左のつけですよね。あそこしっかり我慢して下からですね、そこからもよくついていきましたよね。そうですね、もうちょっと入られかけたんですけどね、でも突き放してこれこう引いたところ、ここで引いてきたところしっかり、いい相撲だったですね。いつもあそこで残られてからこう食い止められて出られたりとか、はい、あのはたきとかも食ったりしてたんですけど、今日はしっかり手も足も出てましたね。そうですね。さあ、源頼朝さんいただきました。南殿と三浦殿には明月院建長寺でいいんですかね、鶴岡八幡宮で銭仙弁財天宇賀福神社ですかね、高徳院に来てほしい、優秀なる足軽。ありがとうございます。いや、もうこれはもう行かなかったですね。もうそれは足軽だったんですね。ありがとうございます。さあ、続きまして、ユーカリプトさん、玉鷲関すごい。ああ、確かに、ありがとうございます。ナイスパです。ナイスパです。いやー、本当にすごい。いや、すごいですね。全然体が落ちてこないっていうのは、なんかしてるんですかね。あの、まあ普段稽古を一緒にこう、まあ、部屋で見てるじゃないですか、はいはいはい、この基本的なことっていうのを、一番やってるんじゃないかなと。この30過ぎてる力士で、まあ、他の力士を見てないんで部屋分からないですけども、ただ基本的なことはものすごくこう追い込んで やってますので、まあ、あの片男の親方もそういうところをすごく工夫していろいろ稽古内容とか、まあ、できる子もなかなかいけない中、いろいろ工夫してやってますんで、そこはやっぱり生きてるのかなと。そうですね、はい、もう今出てたんですけど、通算の連続出場がですね、1426で歴代4位。いや本当にこう怪我しないっていう体を作るのもですね、それがすごいですね。すごいですね、いや本当に、はい、本当怪我って本当にもうですね。なるほど。いや、何もその思い浮かんでないんだったら喋らなくていい。本当怪我はもちろんそのしたくないですけども、やっぱ相手今のトークが一番の怪我ですよ。あ、なるほど。ね。ですね、大怪我ですか。はい。いや、怪我するとやっぱね、ちゃんと大丈夫ですか？大丈夫ですか？やっぱりこう何場所も休まないといけなくなったりしますからね。ね、もう一日も休んでないっていうことですよね。いや、本当そうなんですよ。まあ小さい怪我はあるんですけども、まあそこは。うまく付き合ってやってますね。ユーカリプトさんいただきました。
立山親方解説良かったです。声が素敵だあ。ありがとうございます。ナイスパです。ナイスパです。ですありがとうございます。あれちょっと作ってない今。あれよく乗った感じで声よく褒められるんですよ、ね。ええー。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。あれでもね親方も。いや俺は。大野松です。あ、そっちはね。大野さんの方も声いいですもんね。いや、そっから、これそっから面白いし。あれいや、あす、え？どうぞショップ。はい。ありがとうございます。久しぶりに聞いたね。だからそれすごい喜ぶ。本当に困らないようかなぐらいなんですよ。こんな喜んでくれるの。もう一回。いや、もういいんだよ。はい。今。問わず言うですね。いや、音声が聞けないからあれなんですけど、いや本当に嬉しいですね。やっぱり。あ、なんかでも聞こえるですね。いや全然聞こえないよ。熊本県はだいたい桜を使ってます。いやいや、そんな言うんですか。これ言ってる。はい。使ってますね。いや言ってないから。本当ですか。いやもうはい使ってます。いやそれ NHK のアナウンサーさんの質問もどうかと思うけど、それもし言ってたら。いやマジで使ってますよ。いや使ってないから。これちょっとこれ今質問が普通にチャットコメント来たんですけども、こちら名古屋場所のポスターってセブンプリントでできるんですか。まだ名古屋場所はまだわからない、まだわからない感じですね。はい、ありがとうございます。今日で先ほどスーパーチャーになりましたけど、今日解説は重量を解説されたんですね。はい、だから解説されてる中で、はい、この心がけてることって何かありますか。はい、やはり言葉遣いと、なるほど、あと分かりやすく説明できたらいいなっていうのは心がけてるんですけど、なかなかうまくできないですね。いや、本当そうですよ、ね、なかなか説明できないから、とりあえず声だけ出してますけど。でも、難しいですよね。で、立山方も今回から、まあ、決まり手もそうなんですけど、はい、教習所に新しく4月からですね、4月から、はい、なられて、どうですか、教習所行ってみて。まあ、そのやはり授業だけです、ね、授業だけなので、うん、いや稽古場もちょっと体験したいな、うん、早く経験したいなっていうのはありますね。さあ土俵上がですね、大関貴景勝、そして同い年ですね、同級生ですね、はい、昔からのね、ライバル、はい、阿武咲が今時間になりました。豊ノ島みたいな、はい、ありがとうございます。さあ立ちました。おっと、攻め返しますけど、小野翔がどうでしょう。残った。ああ。強い。攻防ありましたけどね。そうですね。いかがでしたか。引きに落ちないのがすごいなって思いますね。押してってこう叩きかれても落ちない。まあ、最後ちょっと見ていった感じはありますけど、はい、まあ押されないっていうのは多分自信があったんでしょうね。見ながら、まあ、両力士こういなしたりはしてましたけど、いなされた時にバランスを崩したのは阿武咲の方でしたよね。あ、そうですね。はい、ただこのなんかこうなんて言うんでしょう、やはりこの同級生で、まあ片や大関ですけども、まあ阿武咲的にはこれは意識しないと、いやそこはもう番付は、ね、番付関係ないです。大相撲やっぱそうですよ、特別な感じになりますね。まあ、やっぱり土俵に上がったらもう1対1ですからね。そうですね。やっぱり同い年なのね。同い年だと意識しますよね。いかがですか、立山方は同い年だったら。あ、木瀬山ですかね。やっぱ同級生には負けたくないっていうこういう意識とかあったんじゃないですか。まあありましたね。やっぱもう関係ないですもんね、番付とかも。その上でやろうが。そうですね。やっぱそうでしょ、やっぱ負けよう方は同い年ですもんね。負けたくないですやっぱ。同じ学年だったら同じですよ。はい、同じ学年でしょ、はい、でも負けたくないでしょ。そういう次元じゃない。そういう次元じゃない。だからいや、おかしい。でもそれは、自分だったら、例えば山城方だと。いや、負けようと同じですよ。同じ年に負けたくなかったでしょ。いや、ないんで。いや、でもそういう負けたくないって気持ちを持つことは、絶対大事ですよ。そういう意味では負けたくなかった、ね。まあ、やりたいなっていうふうに。やりたいじゃない、負けたくなかったよね。いや、現役時代だったら、絶対に対戦してしたときに絶対負けたくないと思う。それはもうみんなに思うことですから。だから、
そう思うよね、それは。番組関係なく。まあ、同い年であればって考えたら、こうやって、こういう、例えば中学校でから一緒にやってるわけじゃないですか、全国大会とかで。そういった人で言うんであればですね、僕は もちろん山下中田ってそうですし、まあ、やったことないですけど、高校やったことない、ないないですね。あ、いや、場所ではありますよ。やっぱその同い年っていうのは意識しますし、あ、はい。またそのスモーク入る前に取り組みがあるって考えたらですね。けど意外と同級生おったもん、ね、多いですね、本当に。うちと筑波大学方もそうですし。あ、そうです、そうです。筑波大学方もこうあのアマチュアからやってましたし。それこそ清瀬海とか、そうです、丹蔵とかですね。あ、そう、丹蔵、山本、山本、山本、多かったのね。そうです、そうです。めちゃくちゃ。森もそうだ。そうです。あ、大将軍。そうです、はい。そういった中でやはりこう、やっぱりこう意識しますよね。しますね。さあ。はい、いやー、そして遠藤、そして正代。正代がですね、昨日初日に出まして、先場所はカド番でですね、初日から4連敗あったんですけども、そこから連勝しまして、カド番脱出。で、今回は3連敗したんですけども、昨日はですね、勝ちまして、どうですか今場所。まあ、今場所もまたあの盛り返して、はいはい、し来てほしいですね。そうですね、大関として、はい、いかがですか、実は方同じ部屋の、はい、スカゼル部屋で。まあでもタイプ的にはちょっと遠藤は比較的対戦成績もいいですし、やりやすい、やりやすい、うん、あの遠藤のうまさが出る前に結構圧力で、あのもちろん食い止められて、はい、僕は入られなければ、はい、勝てると思います。うーん、上手からの攻めにだったら対応できますね。あ、正代が遠藤の上手からの攻めは、はい、右からですね、うん、右上手からの遠藤が中に入ってとかになると、はい、うまさでやられてしまうかもしれないですけど、上手からの攻めに対しては正代の圧力で僕は圧倒すると思うんですよね。まあ、正代も力ありますからね。あの、そうですね、先場所も前半は心配 しましたけど、やはりそこからですね。いや本当に前半はもう今だから言えますけど、はい、心配どころか若干もう僕はもう諦め出ましたよ、正直。前半の相撲内容を見てても、もうこれ、勝ち越せないだろうなって正直思ったんで、本当になんか勝って、ちょっとそっからこう、変わってきたんで。やっぱり気持ち一つなんですかね、精神的なものも。あとやっぱちょっと、勝てばね、昨日勝ってね、もうこれでちょっとやっぱ気持ち変わると思うんですけどね。そうですね。さあ、時間でしょうか。遠藤も相撲うまいですからね。そうですね。さあ、時間ですよね、もう。時間ですね。さあ、時間になりました。どうでしょうか。さあ、立ちました。おっと、なんかこう、おっと、なんか、はい、全然までやって、なんかこう、なんかあの右からのなんかはたきなのか突き落としなのかは分からないですけど、はい、なんかそこが中途半端ですね。もっと行くなら行くで、なんか半端になっちゃったですね。そこをなんか自分にこう呼び込むような形に、そうですね、なったように見えましたよね。このエンドの攻めを見るとどうでしょう、立山方。低くてしっかり押っつけ効いてましたね。それ嫌だったんでしょうね。ああ、そうですね、うん、さあ、遠藤勝ちまして、はい、これですね。なんかこう、ちょっとなんかやっぱここですよね。ああ、ちょっと右から叩いたところを遠藤がうまくですね、体ぶつけて。もともとですけど、はい、もう足見たらもう全然地についてないじゃないですか。もともとそういう足の運びなんですけど、うーん、もうやっぱ足が
相手に、まあ、ちょっと相手に圧力が伝わる前に遠藤がこう前にですね、まあ、遠藤はしっかり膝も曲がってますし、はい、腰も降りていい相撲でしたよね。さあ、ヘルベルト・フォン・カラヤンさんからいただきました、三浦さん伊勢ヶ浜親方のモノマネでスーパーチャットしてくださいということで、もうおいおいですね。おいおい。はい、ありがとうございます。ナイスポです。ナイスポです。ちょっとですね、もう、はい、これあれだ、本物だ。ありがとうございます。それはどなたの？それは分かった。俺は分かった。はい、味が分かった。はい。おお。ありがとうございます。これお、キュー。おもこおも。そう、まあちょっとそれもちょっとあれも分かったですね。ちょっとめっちゃ笑うのもちょっとあれかなと思って、それをです、ね、あのやってましたよね。なんかテレビかなんか。ああ。正直何言ってるか分かんないです。あれがよかった。こもっちゃってですね。ああ、分かる分かる分かる。僕は本当昔何回も聞き直したことがあった、はい。こっちが悪い気してるし。いやそう、でも必死に先輩やし、失礼ないようにと思って、必死に聞き取ろうとしてるんですけど、全く何言ってるか分からなくて、本当一時期だから話しかけられなくないっていう思った人の本当、代表だった、本当に。もう喋られて嬉しいんだけど、返せないから、もう本当もうそれ、喋りかけないでくれって思ってました、本当に。そういった話し方の方が多いんですよね、まあ、青森の独特なお話し方というか。いやまあ、青森の言葉で話したら、なかなか伝わらないんじゃないですか、やっぱり難しいっていうか。ちょっとこもってる、ね、なんか声が。じゃあ、親方には青森弁で言ってもらう、あの津軽弁っていうんですか、青森の言葉で言って。はい、で解説し実況していただくっていうことでじゃあいいですか。あすごい無茶振りして最後の取り組み照ノ富士ですから。そうですね。わかりました。まあ、でもどうでしょう。そうまあまあまあまだですね。まあ時間でもないですし。なんかあの、はい、自分が出ると毎回この下りが。あそうなんだ。はい、ああ津軽弁の下りがあります、ね。でもやっぱり独特なんですね話し方。でもなんか。自分名古屋ですけど、はい、名古屋弁出せって言われても出ないんですよ。それなのに人にはめちゃくちゃ振るんですよ。出ないですね、本当いや、本当は、いや、本当出ないんですよ、はい。だから羨ましいなと思って。はい、自分ももっと名古屋弁出したいんですよ。いや、でもほら、あれでしょ、その言うたら俗に言うみたいなことでしょ。だって、だがやぐらいのことはできるじゃないですか。やっとるだがやとかって言える。いや、な、まあ、まあ、その感覚じゃないですか。俺もだって、いや、土佐弁、高知弁出せって言われても、とっさにって言われて、あの地元の友達とかと喋ってる時に出るっていうだけで。とっさに、めっちゃうまいですね。土佐弁、とっさに出すか、お前。全然拾うとこがもう、あっためてました。いやいや、あっためてない。あなたのアランドローンほどあっためてないから。本当に。でも、ね、あの、建物親方の、はい、青森の言葉は本当になんか普通に青森っぽい言葉、はい、青森っぽいっていうか青森の言葉なんですけど、はい、なんかわざとらしく聞こえちゃう俺がもし名古屋弁喋るとあっていうもうなんか方言忘れたみたいな感じですか。あなんかやっぱ普段喋ってない普段喋ってないからあんまりてかもう青森弁出す前に時間いっぱいになってきた。そこでもう今もうどうですかどうでしょう。これ捕まえで、はい、まあ、もう金具して出るんでねびかな。いや、やっぱすごい、すごい、すごい、いいね。青森弁だね。青森だよね。そうですね、やはりこの横綱が当時を捕まえて、どうでしょうね。わもこれ横綱捕まえなんで。どうでしょう。いや、どこでも喋る。だいぶ違和感ありますね。違ったね。あ時間ですね。最後の早いもので、まあ、結びですね。はい、結びどうなるか。どうでしょう。さあ、さあ立ちました。わあ、こうなるとですね。早いね。おっと、おっと、危ない危ない。大丈夫か。大丈夫ですね。強い。
いかがですか。立ち合いから左がっつりと捕まえて、はい、ここは鼻下げ型こう密着して、はい、ここからの寄りがだいぶいがったのかなって思うんですけど、まあ、最後ちょっとドキッと伝わって、はい、まあインデネビかな。おお、なるほど。なんか伝わりやす、伝わりますね。ドキッとした。ドキって言わないやん。ドキッと。ドキッと。ドキッとした。上手かかんなかったですけど、左。かかり込んでですね。強かったですね。小手投げに。ここね、ちょっとね。残ったんですけども、うん、ここで、北藤がですね、うん、ちょっとあの足大丈夫でしょう。ここですね。ね、はい、全然あれ忘れてたね、決まり手クイズで。ああ、もうこれだけいかんなっちゃう。でもこれってでも決まり手だったら何なんですかね。これはより小手投げ、ああ、これ押し、あれだね、浴びせ倒しになるの。いや、より決め倒し、決め倒しだと思います。あ、いやいやいや、出てから言うな、出てから。そうです、で出てました、そうです。出てから。そっかそっか、はい。決め倒し、確かに珍しいですね、今コメントになります。確かに。さあ、立山方、はい、もう早めので結びな終わったんですけども、はい、今場所ですね、5日目終わりまして、明日の6日目の相撲でですね、はい、このちょっと注目の一番をですね、挙げていただければと思いますけど、はい、やはり今日あのいい相撲を取った玉鷲、はい、ですね、はい、まあ、照ノ富士とやるってことで、そうですね、結びで、2連勝してるから、そうですね。ね、もうちょっと、そうですね、そうですね、気になりますね。これどうなんでしょうね、明日楽しみですね。楽しみですね。はい、というところで、もう早いもので、もう6時になりました。はい、はい、もうそれではですね、皆さん、そろそろお時間が近づいてまいりまして、はい、本日も皆さん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてアーカイブでご視聴いただいている方もありがとうございました。本日はですね、元誉れ富士関の立山方に来ていただきました。ありがとうござい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 ました。あ、すみません。ちょっと、はい、一つ言い忘れてました。はい。1分間ごとに更新するっていう下りがあったじゃないですか。はい、あれ、1分間では60秒ね。はい。明日もですね、17時から、お会いしましょう。それを言わなくてもいい。17時。何を急の最後持ち込んでくるのかな。あ、今日言ってなかった。いやいや、だから、あえて自分1分って言ったんですよ。はい。はい。だから、今日ずっと言ってなかった。はい、それでは、明日ですね。よかった、見れる、これで、はい。明日のゲストはですね、桐山方が、明日で、ね、未来で。はい。それではまた明日17時よりお会いしましょう。さよなら。はい、さよなら。ありがとうございました。引退事務局くれませんでしたね。あ、ほんまや。今日は本当だ。さよなら。さよなら。